景気合い川橋、または単に、マナ川橋は、台湾高尾市、レーミアビックと市欲にまたがるマナ川に架かる、高尾ライトレールの鉄道橋。公営馬島駅と、新愛馬島駅の間にある。マナ川に架かる橋としては最も、川口側にあり、遊歩道も併設されている。用途と時代の変遷により、続称を含む名称はレーミアビリオ鉄橋、レーミアビリオ大橋。 マナガワ級鉄橋と様々である。前身となる台湾総督府鉄道時代に開通した台湾鉄路管理局高尾林港線の霊宮尾漁鉄橋、あるいは霊宮尾漁大橋についても本校で述べる。日本統治時代に高尾港拡張と市内環状鉄道構想により高尾港駅からの貨物支線が入前線,線、あるいは北浦岸北線という名称で高尾川西岸の 入船町まで伸びていた。高尾川川口に佳橋し、霊宮尾漁まで視線が延長された際に霊、宮尾漁大橋として開通、戦後も2008年まで使用された。形式は、有字型桁3連の火事式桁橋1936年に、入船線を延伸する形での東鉄橋仮設を含む第3期高尾港拡張計画が発表され、 例、宮城領を橋として開通した。竣工時期は不明だが、1940年前後と推定されている。1943年の地形図や、米軍の地図には、臨港線が掲載されている。戦時中は、鉱材が供出されたが、戦後1949年6月に橋は修復された。1967年には、桁が掛け替えられた。2006年、 高尾ランタンフェスティバルのために木製の賛同となり、その後も列車は運転されることはなかった。その後、市公務局により西林高線自転車道に組み込まれ、真名川急撤去となる。2008年11月19日、臨高線施設撤去。2013年6月、高尾市政府文化局により暫定戸籍に登録される。2014年1月11日、 旧鉄橋撤去開始。旧臨港線及び自転車道の桁を撤去してから、既存橋脚を取り囲むように、ライトレール用橋脚の設置とアーチ桁の仮設が行われた。ライトレール一気区間でこの橋の前後のみ高架橋となっており、その区間全体を愛高高架橋ともいう。ライトレール用の橋両側に遊歩道が併設されており、上流側には、 旧鉄橋の桁を戻したものが再活用されている。アーチ橋部分の全長は112.266メートルで、東側から40.057メートル、32.169メートル、40.0メートルの3連桁となっている。軌道はフローティングスラブ軌道が用いられている。大鉄時代の橋脚愛称をアーチ橋にも引き継ぐように配慮されたほか、2001年から 毎年高尾で開催されている旧暦現象高尾ランタンフェスティバルは、真名川が主会場であることから、各種イベント時に舞台装置となるようアーチ部をライトアップできる仕掛けになっている。国慶節には、晴天白日満地後期の愛、白、紅ないの三色が、クリスマスには赤と緑など、国定休日のテーマごとに色合いを変化させられる。掛け替えの事業費は、 1> 約1.6億元。また、イベント時の見物客上流側に復元された旧鉄橋の東側は、元あったが十丸の木の木陰をモチーフに高さ9メートルのスロープで地上と連結され、ライトレール乗客以外もアクセスできる。例宮尾両鉄橋に関するカテゴリー。ありがとうございます。